はいどうもラリクマチャンネルです。ということで今回もよろしくお願いします。ロクテックさんの提供を受けましてですね、ちょっと自分も気になってた商品があるんで、それをね紹介したいと思います。こちらドーン、こちらじゃじゃん、フレックスマンモニターアームです。今回ねロクテックさんから、商品をいただいたものになって、モニターアームですね、モニターを固定して動かせるような形になります。だいたいモニターってこうドンって置いてあるだけなんだけど、それをねこういうこのガッツポーズおっさんみたいな感じで動かせるという感じになってます。いろいろ外箱の方を見ていきましょう。まず正面はねガッツポーズおっさんが書いてあって、下の方にね対応する重さやとかいろいろねインチ、また角度とかもね書いてあります。大したことない。後ろにねいろいろ説明文も書いてあります。今回モニターアームの腕の方をね白にしてもらいました。白色のモニターアームです。で組み立てのね用の工具をいろいろ書いてあるんですけど、いろいろね使って立てるみたいです。よし、じゃあちょっとね開けていこう。こちらででーん、まずね説明書とね何かあった時はご連絡くださいとのことです。でこれね説明書です。どうやってね組み立てるか、一応ね全部ね日本語になってます。ありがたい。問題の商品たちがこちら、じゃじゃーん、白かっこいいね、なんだかんだね。これちょっとね出していきましょう。お、あ、ちょ、いやー、全部出すよ。まずねネジ、あ、なんか英語が振ってある、英語が振ってあるネジとかパーツ類ですね。一つと、あとシールと、あと固定、いろいろね道具が入ってるのと、まあ本体のアームです。よいしょ。これね多分テーブルと固定する用のものです。もう一つもそうかな、テーブルと固定するための機材だと思います。早速組み立てていこう。まず説明書もないとね分かんないから説明書読んでいくよ。付け方がいろいろあってですね、付け方第1、クランプ式。クランプ式っていうのはですね、テーブルに穴を開けないでやるやり方、まあさっきのねテーブルと固定するためのあなんだっけ機材を使ってやるやつと、もう一つがねグロメット式、まあ、これはねテーブルに穴を開けて下からね止めるようなやり方、グロメット式とクランプ式で、今回はねちょっとテーブルこういうのしかないんでクランプ式でやっていこうと思います。はい、ちょっとやり方わかんないんで早送りスタート。ここがこれが回転してジュイーンとかなんだ、弱そう。でででで。はい、これがねアーム本体です。金属製でできててねすごいずっしりした感じがあります。まずアーム式の人はまず4×4mm の六角レンチ、角 G ボルト、これか、これの G ボルトを使って C でベースラケット、ああまずですね、ちょっと行くよ。まず5番の袋に入ってる5番5と6が入ってる袋からアイテムを出します。まずこれとね土台の下、ここをねくっつけます。これと、G、じゃあ C だ、C のネジ。わかりやすいね、説明書がわかりやすいからすごいやって簡単かもしれない。ちょっと待ってよ、バイバイ。
ずれた。こういうの、こういう構成についてみようぜ。オッケー。オッケー。で、そしたら、ここのね、ネジと、ここの基板のネジをつけていきまーす。で、これ段階があって、段階があってね、テーブルの大きさによって変えます。2個穴があるんだけど、で、こっちもね、2個なんで、一番上にするか下にするかね、それは自分のテーブルの長さによって変えてください。今回自分のテーブルね、短いんで、一番下にしたいと思います。ちょっと寝てみましょう。これ、使い続けとかないとダメだね。こんなんだ。うん、こんなんだ。よし。そしたら、ネジを何使うんだ？D、D を使います。滑り止め剤があるから結構ガッチして止められるね。すごいいいわ。できた。おーすごい。じゃあここにねモニターをちょっとつけたいと思います。今回ちょっとねあのモニターがチャッチいやつなんだけど、まあ一応対応は何インチだっけ、対応は10インチから27インチまでなんで、そんなにね大きいパソコンは使えません。ネジ止めるとこがあるんだけど、その規格をねちょっとここに今書いておきます。ここ 100×100の 75×75mm が、規格になってますんで、間違いないように気をつけてね。モニターのこの、ね、上の部分、この上の部分のネジのとこにさっきの A と B って書いてあるけど、どっちでもいいけどね、 A と B を、刺します。で、途中にある F もあるんだけど、よいしょ、 A でいいや。あ、穴の大きさによって、ネジの大きさによって違うみたい。もしここのネジの大きさが A で入んない場合は B で入るよっていう感じだそうです。すごいね、そのパソコンによって対応してるので書いてあるなんて素晴らしい。大体そういうネジとかってさ、対応しないの買ったら外れみたいになっちゃうけど、そういうとこまで気が利いてるのが素晴らしいですね。で、こういう黒い、なんていうの、これのと合わせて、締めていきます。で、ここ締めるときに最後まで締めないように軽く締めてね、置いとくようにしてください。あの、ちょっと空間を開けて、締めます。よいしょ、肉が冷めちゃうよ。よし、軽く締めました。今ね、ちょっと飛び出てる状態にしてですね、で、引っ掛けたら、下の部分にネジを入れて、ここにね、H 番号のやつが入ってるんで、それで締めます。多分ね、説明書見ればね、一見、もうすぐ分かると思う、これは。ネジもね、あんまりガチガチついちゃうと液晶のね、傷つけちゃう可能性もあるんで、そこはね、注意しながら皆さんやってください。もう一個は、もう一個、エラーを、ここも、あ、すごい動いた。あ、よかった。動くとかね、全部動くみたいです。ここも、下にも行くし、行くよ、横下げるよ。だいたいね、もう折りたたみぐらいまで下がりますね。ここはパチンってなるまで。まあ、ここまで下げる人いないと思うんだけど。ここまで下がって、で、逆はね、いけないみたい。で、あと、ここの動きと、アーム自体はこう横に、360度、動きます。で、あとモニターの接続部分、これがモニターの角度が左右と上下でここで動くって形です。はい、ってことで、よいしょ、モニターアーム、ロクテックさん提供させていただいたモニターアーム、今回使わせていただきました。すごいね、これ動きも良くてね、あと説明書の感じもすごく分かりやすかったです。で、インチがね、ちょっと15インチから27インチまでなんで、対応がなんで、そこだけね注意してもらって、あと重さも5キロまでしか耐えられないんで、あんまりね重たいディスプレイは持ち上げられないという形です。で、あのコードがね、この中にアームのね、ここにしまえるらしいんですよ。あの、この後ろ外れてパーツが、
ちょっとここ見せづらいんだけど、ちょっとごめんね。ここの下の部分に、コードを通す穴があって、でこっちから逆にここの下に入れて本体につなぐような形になるんで、コードがねこうプランってチューブラリに ならないようになってます。なんでこうテーブルからねこう這わすような形で取れるので、皆さんもね、コードが邪魔にならない、そういうね利点もあります。これテーブルからねちょっとはみ出ちゃってるんで、この隙間分なんで、テーブルが壁にぴったしはくっつかないんです。なんでぴったしくっつけたい方はここドリルとかで穴開けてもつけるタイプじゃないと、開かないです。何式だっけ、クランプ式じゃなくてグロメット式、グロメット式だ と、テーブルぴったしくっつけられるんで、クランプ式の方は、ちょっと壁につける際は少し隙間を開けて やんないとダメです。ということで、このロッテックさんの、フレックマウントガススプリング式液晶ディスプレイアームのモニター4点軸が、10インチから27インチ対応の商品、こちらがですね、黒と白の2種類ありまして、これが、今あるんで、ぜひ気になった方いましたら買ってみてください。でこれ、商品のリンクの方、下の URL の方に、説明文の方に URL 貼っておきますんで、気になった方いましたらそちらの方からぜひぜひ購入してみてください。さあ、ということで以上ラリコマチャンネルでした。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録よろしくお願いします。次回もお楽しみに。バイバイ。